はい、 J チャンネルです。ギターのコード進行のね練習なんですけど、今回パート2でねギターのコード進行と今度はリズムに合わせたコード進行の練習をやってみたいと思います。例えば4小節あって1小節の間に4つリズムを打つとしますね。 1,2,3,4 これをねずっと打つのをね四分音符と言います。 1,2,3,4 1,2,3,4 1小節のうちの4つですね。ちょっとやってみますね。いいですか。 1,2,3 いますよ。 Em1,2,3 こういった感じが四分音符4つ打って1小節の間に4つ、次はですね、全音符といって1小節の間にカウントは打っているんだけどギターは1回しか弾かない、コードは変えてみましょうかね。今回出てくるコードは Cm7 です。 Cm7 で説明しておきますと Cm7 こうなんですけどね、ここで6やミュートします。音は出ないようにする。で僕はこういう感じで、薬指でミュートしてますので、ちょっとこうコードネームと違いますけどね、これをご了承ください。はい、音楽やってる方はね全然わかると思うんですけどね、僕みたいな落ちこぼれはわかりませんでしたので、まあ、一応まあおさらいみたいな感じでやってみたいと思いますが、こういった感じでリズムがね分かってくるとね弾きやすくなってくるんですよね。であるのはね四分音符、そして二分音符、全音符、これだけ覚えとけばいいですね。とりあえず今のところはね、で四分音符というのは 4だから1小節の4つ全部弾くんですね。 1,2,3,4 と終わったら 1,2,3,4。 二分音符というのは4つの頭の2つを弾くんです。 1,2,3,4 1,2,3,4。全音符というのは頭の4つのうちの頭だけ弾くんです。 1,2,3,4 1,2,3,4。 こういう感じを覚えておけば曲の曲調によってね、弾き分けられることができるので非常にこういいと思います。じゃあですね音を出してやってみましょうかね。まず四分音符、二分音符、全音符という感じでやってみます。いいですか。 2,3全音符、1,2,3,4 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 という感じですね。だから全音符の方が緩やかですよね。四分音符の方が早く 2,3,4 感じで覚えてもらったらと思います。それに今度はコード進行をつけていくわけなんですけど、Cメジャー7ですね。Cメジャー7を全音符2回弾いて、そして Bm7 で、ね、2回弾いて、そして Am7 で1回弾いて D、 そして Gm7、 そして G7。 はい、それではリズムをつけていきますね。一緒にやってみたいと思います。最初のカウント4つはカウントを入れないでいきます。 1,2,3,4 はい、こういう感じでやってきてます。いかがでしょうか。できましたでしょうかね。 1,2,3 なんか待つって感じですね。弾かないで 1,2 でもカウントは取っとく。 1,2,3,4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  とこういう感じでね、四分音符、全音符とかね、今は全音符でやりましたけどね、こういうのができると曲にメリハリができるよね。そうですね、難しい人もいると思いますけどね、まあ知ってるよという人もいると思いますけど、やっぱりこういった感じであった方がね、目で見えた方がスムーズにいくと思うんですね。なんかねこうなんとなく弾くよりか、しっかり分かっておいて弾いた方が後々絶対うまくなってくると僕は思ってるんですね。僕がやらなかった分だけ思うので、よかったらまたこれから始める人はこういった感じのねやってもらったらいいと思うんですね。もしいいね役に立ったよっていう方がいらっしゃいましたらグッドボタンでね、
またあのチャンネル登録とかしてまた見てもらったらいいと思います。パート2やりました。リズム法のやり方とかね、コード進行とかやりました。また次回もよろしくお願いしたいと思います。ではまた。